おはようございます、コロンです。いや、なぜ持ってるの？いやいや、だからお金もんさんみたいな感じで。じゃあそういうキャラでいくの？ちげえや、これはあいつに仕掛けられたドッキリ桃です。はいはい、今日は報告動画になります。はい、いや、ちょっとすみません、なぜそれ、いや、そっちの報告が先に言えない、先に言えないって何？いや、出る前に、いやいや、ちょっとすみません、ちょっとこちら先出しになってしまいました。いや、事後報告だ。はい、事後報告で申し訳ありません。今回の報告なんですけれども、前音の活動についてです。知ってる方もいると思うんですけれども、今マイオンというグループをですね、ポンピー、ヒカックさん、義賊さん、この4人で組んで、マインクラフトに挑戦しています。はい、こちら今はね、ヒカックさんのチャンネルで動画上がっていますが、今後はマイオンという新チャンネルを立ち上げて、そちらでマインクラフトを中心に動画を上げていく予定です。ちょっと何？いや、なんかよくある女性 YouTuber の、うん、はないいや、マイオンの話の途中ですが。いや、女性 YouTuber の、なんか雑談の動画みたいな、ないな、エミリンさんとか感じでちょっと、はい、まあまあ、ただね、話すだけでもあれなんで、堅苦しいんで、ちょっとね、スタバで、ちょっとかなり日の大雨の中、マジで、まあ、信じられない、まだ大雨警報出てるレベルなんで、都内で、はい、それも大雨の中買ってきました。はい。はい、なんで、これでもちょっと飲みながら話したいと思います。うん、それラフな感じで、いいんじゃない、うん、今回買ってきたのはこちらです。何？こちらこそないんだけど。うん、はい、そんな話したいけど知らない。ええ、フォークボールはこちらですね。これ、まあ結構話題ですよ。いや、そうよ。うんうんうん。メロンも話題だったけど。はい。桃正直僕苦手なんで、その桃が苦手は僕でも楽しめるかどうか、そういったところも含めてレビューしながら報告動画やっていきたいと思います。はい、お願いします。じゃあ、まあこれちょっと飲んでいきましょうか。はい。何？見た感じとか、なんか色合いどうですか？いや、でもほんと綺麗な鮮やかな桃じゃない？結構色合いとしては。うん、あと最近なんかこの桃に似た鳥の話題になってましたけど、画像が。何それ？いや、写真知らない？出るそれ知って。いや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 、どの会社のそれ？会社とかじゃない。何？マジで何それ？知らないか、動物そんな好きじゃない。いや、好きだよ。動物ぐらいなんだよ、優しく接してくれるの。桃、鳥とか出てくるの？出てくるかな。高崎さん、ありがとうございます。何高校で。いや今ちょっとたまたまツイッターで出てきたんで、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。フォローバックありがとうございます。いやいや、よしほんとにそんなのある？いや、ありましたけど、もうじゃあいいや。はい、ちょっとそれは分かりません、私は。じゃあコメント欄の方で、うん、分かる方お願いします。いや、何だから、それを知ってる人を教えてください。うんうん。いや、だから知らない、僕は知りません。だから知らない人は別にその下げる必要ないよ、お前。だからそれでそういうタイプでいる。だから偉そうにすんな。いや、だから知ってない。だから、うん、いや、そういう態度でいることについて。何知ってない、知ってる人をよければ教えてください。待った。何笑って。分かったって、うん、まあ今ね、それこそ環境に配慮してこんな感じの紙のストローになってます。タバさんも葉巻みたいな感じになってます。じゃあちょっとこれやっていきましょう。うん、これ分かれるんじゃない？これちょっと混ぜてから飲むタイプか、混ぜない方が好きなタイプかっていうのも。はい、うん、まあ僕にとってはね、ちょっといろいろ思い出もあるスターバックスですけども。何？何って何も言ってない。いやいや、スターバでその恋愛の話があったこともありました。はい、うん、じゃあちょっといただいてみます。はい。いや、大丈夫か、俺桃かなり苦手なんだけどな。え、何？うまい。いや、かなりちょっと果肉感が。いや、嬉しい。いや、嬉しいけど、うん、うん、いや、桃好きの人にとってはね。何笑おめしれんだろ。笑おめしれん。分かった、うん、いや、桃好きの人にとっては嬉しそうだよ。うん、じゃあそれ全部飲みながらご報告お願いします。飲む。いい。いや、画面の向こうのみんなも、いや、もう汚ね。のどくね。酸味強めの桃なんで、結構まあ俺でも飲めるっちゃ飲めるかもぐらい。いや、薄いんだ。いい、スターカーさんすげえよ。うんうん。
え、何で、続いてマイオンについてです。だからまあ今後はね、あのマイオンという新チャンネルを作って、そちらで動画どんどん上がっていく予定ですので、ぜひ皆さんに見てほしいです。そちらもはいはい、普段の2人のやり取りとは違った違いやり取りが楽しめると思いますので、そこにぜひ注目してください。はいはい、でちょっと今マイオンの方でちょっととある企画を、遂行中です。遂行中、いや実施中です。実施中、はいはい、あのマインクラフトで、まあ、あの一つの目標というのはその、まあ、ラスボスみたいなこうエンダードラゴンをね倒すっていう、そういう目的があるんですけども、はい、で今やってるのは4人で協力してそのラスボスのエンダードラゴンを倒すというところをやっています、動画の企画で、はい、ただしこちらルールがついてます、はい、でそれ倒すまでに3回そのマイクラの中で死んでしまったらリアルで坊主にするという企画がやっています。はい、しかも現段階でですね、それは言っていいのね、それはまだダメか、いやまだ見てない人もいるかもしれないけど、ね、はい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 、ですがあの坊主に向けてかなり厳しい状況を今立たされているということだけはお伝えさせていただきます。はい、2年ぶり2回目の坊主に向けて、いやシャボンディじゃなくて甲子園だな、いやなんだよ他にもあるだろ、はい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 、そういった感じでかなり一発目の企画から飛ばしてひりつく展開になってますんで、一発目じゃないですね、間違えました、うんうん、それはちょっとすいません、マイオンの皆さん、いやいや、うん、視聴者にも謝って、視聴者にもごめんなさい、はい、まあ、そこはね、あのかなりあの気合い入った企画になってますんで、もちろん僕以外も坊主になる可能性ありますんで、はい、いやそれはそう、いやもちろんもちろん、はい、はい、今はあのヒカクさんチャンネル上がってるので、ぜひそちらで動画見てみてはいかがでしょうか、はい、はい、もし坊主になった場合、今後いきなり坊主がこちらのチャンネルに現れる可能性があるってことですね。まだそれはあります。はい。はい。それいくらなの？あ、結構もうストローから果肉が出てるんだ。うん、そうそうそう。相当果肉多いんだ。確か610円だったかな。はいはいはい、うん。トールサイズのみの販売らしいです。はいはい。うん。なんかメロンのはすごい人気で。はい。え、何はって？いや、ヒカクを飲んでたんじゃない？メロンは。あいつも。その上のクリームとかはどうなんですか？え、何？いや、ごめんごめん。あ、上はそんなに桃感強くないな、ね、うん、うん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 、え、何笑ってんの？いや、嬉しくない、うんうん、天然水以来の何？いや、桃の天然水以来です。こんな桃系のものを飲むの私本当か？いや、だから桃がそもそも嫌いなんで、はい、桃に類するもの絶対俺で食べないんですよ、基本的には。桃の天然水逆に飲んでたの？飲みたことない、逆に。一度はあるでしょ。いや、俺多分ないよ。一回も人生で？桃天、うん。いや、桃天なんて言ってるか、そんなほこ天みたいな言い方して。いや、言ってたぞ。え、言ってたな。言ってた。あ、ヒューヒュー。ええー、なになに？いや、ともみ。ええー。赤原さんです。でもあの前食べたじゃ桃ゼリーみたいなのよりは全然、いやそれより全然飲みやすいわ、はいはい、うん、いや女は好き、女の子好きなんじゃないこれ、女は、いや女の子好きだそうだよこれ、あんまりないんじゃないここまで果肉があるのっていうのは、じゃあ果肉多い方がいいってこと、うん、じゃあ次そういうのにしましょう、次そういうのにしましょうって何、いや果肉次だから果肉さえ入ったら何でもいいってことじゃないから今勘違いしてるんだよ作ります今度俺が、いらねえトッピングあり、いらないいらない、こんな苦肉の策はうまくねえ、うん、やっぱスターバックスさんさすがだと思いますね、これはでも夏にすごい飲みたいと思う、ほんとね、桃好きはね、いや生粋の保険あるの、桃好きの中のええ男みたいな、ということで、今回の動画では、マイオンについてご報告をさせていただきました。ぜひ、マイオンの動画皆さん見てみてください。そして、このモモモアフラペチーノもよろしくお願いします。はい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。この動画いいと思ったら、高評価お願いします。